今日は箱根湯本から登山鉄道を使って小涌谷まで行って、そこから浅間山に向かいます。ルートは高須山にも寄り道して浅間山に行き、そこから湯本までを湯坂道を使って降りていくコースです。およそハイキングコースとは思えない民家の並ぶ道を登っていくので不安になります。案内を見てほっとしました。登山口はここです。木々に囲まれハイキング気分が盛り上がります。次第に水の流れが多くなり、近くにもう滝があることが分かります。地筋の滝に到着しました。繊細な女性的な滝です。ここから浅間山に向かいます。箱根は案内が完璧なので安心です。たくさんの岩が転がる道を登っていきます。気がつけば分岐点です。時間の余裕があるので高須山に行ってみます。かなりきつい階段を登って到着です。山頂はあまり見晴らしも良くなく、木に囲まれていたので戻ります。浅間山へは先ほどの分岐点を通り抜けて反対方向に進みます。開けた場所が山頂だと思ってのんびりし昼食にしました。青空が眩しい。昼ご飯の後、本当の山頂を見つけ湯本に下ります。緩やかな下り坂をのんびりと歩きます。散歩しているようです。大平台との分岐です。やがて森に入っていきました。その後石畳の道を降りますが、落ち葉に覆われていて滑りそうでした。湯坂城址があるということは石畳もその時代のものなのでしょうか。山道は唐突に終わります。登山道を出たら右側が湯本です。坂を下っていきます。